ンシングの石田です。私は今ですね、大洗サンビーチキャンプ場に来ております。こちらの今テラスに来てるんですけども、こういう形で、非常にですね、今日は、綺麗に花火が見えております。いやちょっとあの雨がですね、2時間前までちょっと降ってたんですけども、こういう形で、今はですね、あの晴れてまして、無事花火大会の方が開催されております。場所はですね、サンビーチで、あちら打ち上げられてるんですけども、まあ、前回、ですね、の、まあ、花火を見に来た人ですね、が8万人ということで、で3000発も花火が打ち上げられたそうです。非常に綺麗ですよね。ああ、すごい。もう夏って感じしますね、やっぱりね。ああ、すごいいいですね。ちょっと、ところどころに雨がちょっとありますね。雨が降ってきましたね。あ、ちょっと雨が降ってきちゃいましたね。以上、大洗サンビーチからお伝えいたしました。